自分で茶化した瓦礫の上、同じものを欲しがって同じ目標を過ごしたのが運の月、yeah. きっと腐ってる。やばい、カットだ。でもそう、ワトゲの顔だって最後まで音も楽器に超えてくる華麗なステップで、僕らは完全無欠じゃない、限界を忘れるわけのない、妖怪たちを休むだけの皮を3分やるハイプレイヤーで長いを見つけてきただろう、おいやいやいや、ごめんなんだ、まっすぐに当たればいい。高橋みなみです。もう皆さん分かると思うんですが、同姓同名ってことで多分みんな分かりやすいと思います。名前絶対覚えてください。高橋みなみです。MC って何言えば分かんなくて、ちょっと自己紹介だけになっちゃうんですけど、好きなバンドは海外だとビートルズが一番好きで、日本だとハムレッターズとか、フジファブリックとか好きです。結構激しめの曲が好きなんで、あとはネバーヤングビーチとか好きです。ちょっと誰が歌うかみたいな。誰が歌うか、デビューの人につながせるっていう最低な行為。学部は文芸でよろぶんです。よろぶんの人いますか。ちょっと眩しくて手が見えません。いるたくさん。手挙げてます。一緒に歌って、一緒に歌って。ヨロブンあんまいないですか。いっぱいいる。
文芸の人、経済の人、法の人、社員の、じゃあ結構文芸多い。やりまーす。あ、チューニングするんでちょっと待ってください。あ、1年生、はい、1年生手挙げて。あ、見えねえな。まあいいや。全然見えないんで。あ、いっぱいいる。あ、いっぱい来てくれた。よ、4人？あ、めっちゃ来てくれましたね。ありがたいですね。ありがとう。はい、ありがたい、ありがたい。何だったんこの時間。つなぎだよ。つなぎか。あ、じゃあ、はい、次やりまーす。モデルみたいな人なんだろう、そいつはきっと君よりも年上で、焼けた肌がよく似合う、よく好きの人だ。キスをする時も君は背伸びしている。やばい、忘れた。誰聞きが笑いますかね。何に聞き取っちゃってない。幸せはそいつ誰だ。会いたい、今すぐその角から飛び出してきてくれないか。夏の魔物に連れ去られ僕の元へ、君が他の誰よ気になってたって。油かさぶらな力で僕のものに。この胸の焦りに身を任せ、君の元へ明日こうして実は僕の方が悪い。熱の魔法的なもので舞い上がってましたって。
の空の下で震えながら君のことを考えます。好きなあいつの味はきっと会いたいんだ。今すぐその角から飛び出してきてくれないか。夏の魔物に連れ去られ僕の元へ生まれた星の元が違くたって自然と夏の魔法